福島原発事故によって原発建設コストが少なくともそれ以前に比べて3倍にはなったんですよ。それを採算を合わせようと思ったら再生可能エネルギーよりも高くなることは古賀さんがおっしゃってるようにと言いましょうか、皆さんがお分かりのように明らかじゃないですか。皆さん、あとの恨み希望の光、豊かな暮らし、明るい未来、辛い過去に別れを告げて、あなたに夢を託しました。明日への神話は崩れ落ちた、途方に暮れる日々の中、始まりはお別れから、ありがとうさよなら原子力、発電所、そもそもあの原発ができたという時もあの最初に携わった人たち、そしてまたあの科学者とか学者さん、作業員、さまざまな人はこう言って祝杯を挙げたんだそうですね。最初の原発の時、原爆の敵を原発で撃った、こう言って祝杯を挙げたそうです。なんか気持ちは分かるような気がするんですね。広島と長崎に落とされて、もうものすごいトラウマになって、その技術力、あの力を技術の力でもって電気に変えるんだという、原爆の敵を原発で撃つっていうのはそういうことなんだそうでございます。もう皆さんがおっしゃってる通り、全電源喪失っていうのが起こってあの事故になったわけでございますが、その前に安倍さんは絶対電源の喪失はない、絶対ないということをあの人言ってたんですね。はい、でああいうことになりました。それでアンダーコントロールという言葉を使ってオリンピックを誘致したんでございますね。はい、いわゆる防御されている、完全に制御されていると言ってオリンピックを誘致して、どこがアンダーコントロールかと、これは突っ込むところでございますね。はい、本当にひどいです。聞いたらあのよくアンダーコントロールって言葉は分かってないらしいんですね。はい、あのでんでんって言っちゃうぐらいですから、あの僕ちゃんはアンダースロー、下手投げのピッチャーのコントロールがいいというふうに思ってたんだそうです。その下手投げも下手投げって呼んだそうです。他言って言わないようにしてくださいね、これはね。まあすごいですね、総理がでんでんで副総理が未曽有ですからね、ものすごい政権の中で我々は戦っているわけでございまして、ぜひぜひ皆さん、あのまあまあ私が言うことじゃないです、一丸となってってことはありませんけれども、さっきも野党共闘なんていう言葉がありまして、ここはあの損得を抜きにして詳しい話は後でということで、まずは政権を倒さないことにはどうにもならないんじゃないかとこう思っております。はい、あの再稼働っていう言葉、再び稼ぎ働くと書くんですね。稼いでますか、あれ金が出ていくばっかりじゃないですか。一つも進んでないと言っても過言ではないですね。その復興は一部復興の進んだところだけ絵にして、僕ちゃんの手柄です、
ちはと思いますなんてことを安倍さんは言ってますけど、いやまだまだふるさとを失った人がなんと5万人もまだいらっしゃる、帰れないという、胸が痛います。これからも私はあのツイッターと講座で応援していきたいと思っております。私は即時撤退以外ないと思ってます。皆さんどうですか？もちろん再稼働は止めなきゃなんないけれども、再稼働していない原発でもひとたび大きな地震が来れば、電源を喪失してしまえば十二分に過酷事故に陥る可能性はある。だから撤退しかないんだ、そう思いませんか？デモで世の中変わりますか？そんなこと言われたことないですか？抗議の声をあなたが上げたって世の中変わるんですかって言われたことないですか？変わるんですよ。これ先ほど大熊先生も言われた通り、なかなか再稼働進まないの皆さんの声があるからじゃないですか。デモで世の中変えられるかどころか、デモで人生が変わった男がここにいますよ。国会議員までになっちゃいましたからね。すいません、本当に大きな音で。とにかくですね、一刻も早く止めなきゃなんない、やめなきゃなんない、燃料プールから燃料抜き出さなきゃなんない、当たり前のことなんですね。世界最高水準の原子力規制庁規制委員会の最高水準のルールの下でやられるから大丈夫だ、そんな風な空気作られてますけど、でもそれを確認できるのいつなんですか？南海トラフとか首都圏直下とかそういうものが来た後じゃなきゃ、安全だったか安全でなかったなんか答え合わせできませんよね。だとするなら、そんな大博打にこの国に生きる人々を引きずり込むわけにいかない、当たり前じゃないですか。それが政治の責任だろうって。原発は即時撤退以外ありえない、これをどうやって国民民主党とすり合わせるんだって話ですよね、これ。笑うしかないみたいな。国民民主党は限定的再稼働とか言われてますよ。でも中身見てみてください。どういう条件で再稼働できるかって言ったら、国が避難計画を作らなきゃなんない。今ほとんど自治体任せの避難計画ですよ。ズタズタ、中身全然スカスカです。これが国を責任持って避難できるような計画作れるかって言ったら、これ無理ですよ。続いて核の最終処分地、これを決定しなきゃなんない、決められますか？限定的再稼働容認と言いながらも、中身を見ればこれ再稼働できないようになっちゃってんですね。でもややこしい、とっとと言っちまえよって話だと思いませんか？それを言わせられるのは誰なのか。もちろんこの国の最大の権力者、この国に生きる皆さん有権者一人一人であることは間違いがないことです。でもこの永田町の中でもそれはできることなんです。どういうことか。野党第一党、一番人数の多い政党が国民民主党、自由党、その他希望する党を飲み込んだ上で政策をまとめてくれたらいいんです。だから結集して戦うしかないと思うんですけど、皆さんいかがお考えですか？参議院1人区、おそらく32箇所あります。1人しか勝てない。ここは野党はしっかりと調整をするという話になってる。でもそれだけで参議院でねじれ作れますかね？私は難しいんじゃないかと思ってます。そればかりでなく、衆議院選挙とダブルにされちゃった場合には、1人しか勝てない1人区が衆議院で289箇所もできるんですよ。その時にどうやって調整しますか？各党一つの議席をめぐって全国289の選挙区に候補者を立てることになったら、安倍総理4回目やるんじゃないですか？これを止めるためにも、原発止めるためにも、
そして消費税凍結どころか減税にするためにも野党は力合わせるしかないんだっていうことを皆さんのお力貸していただきたいんです。力合わせましょう。原発は即時撤退以外ない。安倍はやめろ。